58回目の上辺中学校運動会が14日開かれました。勇往邁進、つかめ青春、限界を超え頂点へをスローガンに、生徒らが2つのブロックに分かれ14の競技で競い合いました。ソアが追い上げています。慎重にソフトテニスボールを運んでいます。中学校の運動会では、競技の進行や準備、アナウンスなど、先生と生徒が一丸となって行っていて、競技に出る人、それを支える人、みんなの協力で、見て、参加して楽しい運動会になりました。ライコが1位でゴール。